茂田光康は、鹿児島県徳之島天城町出身の実業家。アメリカ合衆国ロサンゼルスで、レストラングループ、新選組のオーナーを務める。父は、徳之島の闘牛会会長を務めており、幼い頃に牛の世話を父から任されて育った。また、実家は建設業で後継候補であった。1988年に、大学の土木科を卒業し、 同年に飛べ、半年ほど現地の英語学校に通ったが、これといったものも得られず、企業を志し、アルバイトをしながら不動産ライセンスを取得する。しかし、英語力と信用力に欠けていたため、不動産の物件売買やリースに必要な清掃業を始める。同時に、自身の肩書きを増やすために1991年に全米空襲大会ミドル級に初出場し、 初優勝を果たす。1992年9月、カリフォルニア州ガーデナで、焼き鳥店、新鮮組を開業した。開店直後は、苦境も迎えたが、当時はなかった日本食レストランでの年365日無休営業や、正月に餅つきを行うといった施策が受け入れられ、繁盛していく。この間、茂田は店を商売の場、利益追求の場ではなく、 従業員の人間育成の場と考えるようになった。また、当時は一人のオーナーが複数の店を経営することがあり得ないとされていたことに反発し、1996年には博多ラーメン店、ちゃんこ鍋店を開業する。2016年6月23日故郷である徳之島にて、島民に矢沢永吉徳之島ライブをプレゼントした。ありがとうございます。